はい、どうも不明だよです。今回ですけれども、エリオットと、ウッドチャックドナルドがね、まあ新ツムとして登場しまして、でこちらのね、新ツム評価と、まあ引くべきか育てるべきかみたいなところをね、考察していきたいなと思っております。まずね、引くべきかっていう点で、言うとですね、まあ狙って引くべきではないですけれども、まあ、ステッカーブックが月末にありますので、まだね、新ツム持ってない方は、まあ、引くべきというところになっております。ただですね、今現在引くと確率はあんまり良くなくてですね、もし引くのであれば月末ですね、で5体確率アップになりますので、まあ、そこでまあ 20% ぐらいかな、はい、20% 以上にはなると思います。5体で20% の割合にはなると思いますので、まあ、5分の1ぐらいの確率でね、まあ、手に入ることができますので、まあ、そこでね、新ツムゲットしてステッカーブックをやるというのをおすすめします。スキル1でもね、ステッカーブックはクリアできますので、1体手に入れてね、スキチケ、手に入れるのをおすすめいたします。まあ、サバカは自分その方法でやりますんで、またスキチケのためにバグガチャをしようと思うんですけども、先月もね、ステッカーブックだったんですけども、自分はね、まさかの一発引きしたんで、まあ、3万コインで、まあ、スキチキゲットできたということで、めちゃめちゃ良かったんですけど、まあ今月もね、ちゃんとやっていきたいと思いますので、お楽しみにしていてください。はい、で引くべきかというところで言うと、まあそんな感じですね。はい、まあコンスタンスとかね、あとはまあミキプルートの方がね、強いんですけども、はい。なので、まあ、エリオット、ウッドチャックが強いかというと、まあ、弱いっす。まあ、エリオットは、まあ、常駐の中では強いかもしれないですけどね。はい。という感じでございます。ということで、まあ、まずはエリオットの方からね、評価していきたいと思います。まあ、ちょっと軽く使いながらね、いきたいなと思います。まあ、スキルマン、でね、必要積む数14になるんですけども、スキル1だと確か19とかですよね。発動数が重い、かつ消去数がそんな多くないということで、まあ、まず使えないですよね。低スキルで使えないっていう時点で、まあ、まあダメですよね。言うてダメですよね。はい、そこです。で、ちなみに言うと、まあこの積む、はい、通常ジャイロなしでいくとこんな感じ。35消えるんや。でもジャイロを使うといい時378消えます。ジャイロつけてねえや。ジャイロつけよう。そうなので、まあジャイロを使えばね、その最大消去をちゃんとね、うまく狙って、まあ、出すことができれば、普通にこのスキルマではね、かなり強い積むになるかなと思います。まあ、常駐の中でも本当にトップ10ぐらいに入るレベルの性能になってくるんじゃないかなと思います。で、普通にスキル演出もそこまで長くないんで、割と短めの方ですね、他の積むと比べても。なので、まあその辺もね、優秀かなと思います。ちょっとジャイロはね、あんま傾けすぎなくてもいいかなと思います。これでどうすか ?37 ぐらいいくんじゃないですか ?36。まあ増えてますよね。どっちかっていうとね、消去数アップというよりかは、安定させるために使うみたいな感じですね。たまに右側にも、行ってしまったりすることがあるんですけども、ばらつきでね、それを安定させるためにちょっと左に傾けておけば、まあ、そういうね、ところがなくなってくるというところですね。まあ、それで、まあ、消去数がアップするというところですね。で、まあ、6000枚は、まあ、2、3プレイやったら出てたんですけども、まあ、上振れればもっともっといけるかなと思います。はい。という感じで、まあね、常駐のスキルマの中ではね、消去数も結構多くてですね、演出も割と短めなので、はい。まあ、育ったら使ってみてください。育たなかったら、まあ、使わなくていいかなと思います。そんな感じでございます。
はい、という感じで、エリオットのね、評価の方は以上とさせていただきます。ちょっとプレイ早く終わってくれ。はい、で終わりまして、次はねウッドチャックドナルドですね。ウッドチャックドナルドはあのスキル発動数がね最初20だったかな、20だか22だかちょっと忘れてしまったんですけども、22かな。で激重なんですけども、あのスキル上げることにですね発動数が2軽くなるということで、スキルまでね、12と、いうところになっております。はい、まあ、そこがまああの唯一いいところですね。あとはもう本当に弱いっす。発動数が軽いんだけど消去数は斜めライン上で28とか、まあ変化系もあのスキルゲージ反映しないタイプだし、まあ数箇所でまとまってって言ってもそんなタイムボム狙えるんだけども、あのねちゃんと落ちきらないと10消去とか、まあ、9消去を届かないんで、まあそこをね、ね、見ると、まあやっぱ総合的に見てね、まあ弱いっす。コイン稼ぎも弱いし、スコアも弱いです。なんでもう第2弾は、本当にね、ダメだ。で、これ、でちなみに言うと、エリオットの方は常駐なのに、ドナルドは限定なんですよね。なのにドナルドの方が圧倒的に弱いと。そして確率の方もねドナルドの方が低いんですけども、性能的にはまあドナルドの方が弱いという、まあちょっと謎の現象が起きてるんですけども、はい、まあ、ドナルドはね本当にね不遇の対応を受けております。もうね弱い。ドナルドのね、粒でね、強い粒がいないんですよね。勇者ドナルドはちょっと強いかなというぐらいで、まあ、ほんといないんですよね。それがとても残念だな、と、いう感じで、まあ本当にこの粒はマジで弱いんで、スキル間にしても弱いし、低スキルでも弱いんで、マジで使い物にならないので、もうコレクション用粒というところになりますので、まあ、そこだけね、はい、頭に入れといてくれればいいんじゃないかなと思います。これ変化系に偏りすぎじゃない。さすがに。はいはいはい、これもね右上のやつとかさ誤消去とかしないんで届かないんですよね。ああいうのあるとちょっとジャイロ取った方がいいかな。ジャイロはね基本的にあまりおすすめしないんで、はい、まあそんな感じでウッドチャックドナルドはもうどの面においても弱いかなと、まあ、ミッションで多少使えるかなとは思いますけども、はい、まあそんな感じの、詰めでございます。はい、てな感じで、今回はね新詰めの評価育てるべきかとか、まあその辺のね、まあ、考察の動画と、なっております。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではバイ。深い笑みに包まれ、くじけそうでも今日